おはようございます。こんにちは。こんばんは、ソロポンです。なんとですね、ユニクロがファイナルファンタジーとコラボしてしまいました。ファイナルファンタジーシリーズ35周年記念ということでね、記念の UT が販売するんですね。2022年の4月29日に販売開始ということなんですけれども、シリーズ16タイトルの UT が揃いました。ということでね、新しいファイナルファンタジー16のね、商品も 混ざっているようでございます。はい。ということで、こちらですね、転売目的でのご購入はお断りいたしますと書いてあるんで、はい。私もですね、1点2点ぐらい購入するぐらいにしておきたいと思います。はい。ということでね、実際ホームページを見ていきたいんですけれども、こちらですね、購入特典ということで、2商品買うと、このですね、オリジナルトランプが付いてくるんですって、ファイナルファンタジー35周年 UT を 2点以上購入していただいた方にオリジナルトランプ1点をプレゼントいたしますと、うん。で、コンプリートボックスの購入者には通常のブラック版と合わせてゴールド版のトランプがついてきますということでね、ゴールドのトランプがついてくるんですって。うん、ということで、早速商品の方を見ていきたいんですけれども、ラインナップ1から16まで揃ってますね。うん これは非常に楽しみなラインナップとなってますね。それでは見ていきましょう。まずはファイナルファンタジー1でございます。はい。うん。黒い T シャツにロゴ。ファイナルファンタジーのロゴが懐かしいですね。ドットのような感じで書いてありますね。そして着用イメージ。このようになっております。うん。黒でシンプルで着やすいんじゃないでしょうか。そしてワンポイント。黒魔同士が書いてあるんですけれども。これちょっと可愛いですね。 原点の物語ですからね。買いたくなりますね。はい。そして2でございます。2の、をこれはバックプリントもあるんですけれども、フォントってこんな感じでしたっけファイナルファンタジー2って。うん。かっこいいですね。あ、こちらが表面なんですね。うん。この表面には何が書いてあるのかなちゃんと、フリオニール、マリア、ガイ、レオンハルトが書いているようですね。ファイナルファンタジー2の 内容になっているんですね。うん。ということで、これが表面なんですね。はい。そして、3見ていきましょう。うん。これ、欲しいな。3をまず買うこと、を決まりました。もうね、一目見て、わかるじゃないですか。これ、まず、前プリントがクリスタル、バックプリントがですね、ジョブなんですね。うん。これ全部のジョブ、揃ってるのかな多分、賢者と忍者が揃ってるんで、 多分全部のジョブですよね。玉ねぎ剣士もあるんで。着用イメージ、このような感じです。うん。これね、非常に、かっこかわいいですね。うん、かわいいです。いいんじゃないでしょうかね。ファイナルファンタジー3。うん、1点目欲しいですね。これ、欲しいな。黒 T 字シャツ、欲しかったし、ちょうどいいかなっていう感じですね。そして、4。うーん、これもいいぞ。<っ>白で4の、この、色が映えますね。 なんて言うんだろうこの4のロゴ胸部分にあるロゴが非常に綺麗でいい感じですね。そして、キャラクター、カインもちゃんと書いてありますね。リディアは大人バージョンですね、これね。うん。いいですね。エッジ、それからローザ、弓使いですね。うん。これもなかなかいいデザインですね。欲しくなるな。そして、5。これ攻め込んできましたね。チョコボだけですよ。 デザインが。そして、今流行りの胸ポケットに一匹いるタイプですね。これはなかなか可愛いぞ。うん。いいですね。ファイブ。バックプリントは多分ないのかな白って感じですよね。これ非常にいいぞ。可愛いぞ。これ2点目にしようかな。うん。惜しいですね。3と5買って、チョコボとジョブで攻めるっていうのがね、いい感じじゃないでしょうかね。 そして、6です。ファイナルファンタジー6。窓アーマーをプリントしてますね。機械的な冷たい窓アーマーをイメージしたんでしょうかね。うん、窓アーマーのようなイメージになってますね。そして、次、7ですね。7はリメイクも発売したんですけれども、こちらは、旧バージョンの7の画像を使っている T シャツになってますね。エアリスとか、旧バージョンのエアリスですね、これね。セフィロス。セフィロスこれ新しい方かな どうなんでしょうね。ムービーにしたら綺麗ですもんね。新しい方と古い方を混ぜているのかなうん。なかなかかっこいい T シャツになっているんではないでしょうか。そして8でございます。8はですね、主人公、スコールをバーンと表に出している感じですね。バックプリントにスコールが書いてあるんですね。表面は、これは何だろうファイナルファンタジーのロゴかなロゴが書いてあるんですかね。うん。 リーの後、スコールの話ですね。はい。そして、ナイン。これはなかなかね、色味も好みなんですけれども、ああ、いいかもしれませんね。これ召喚獣ですよね。うん。いいですね。こちらはですね、バックプリントにキャラクター全員が書いてあるんですね。ビビとか、えー、書いてあるのが見えるんで、全員キャラクターがいるのではないかなと思われます。 個人的に好きなのはエクスカリバーを持ったナイトですね。うん。はい。そして、テン。これはザナルカンドですね。ザナルカンドの絵が描いてあります。前面は、これポケットがあるのかな影になってるのかなちょっと見にくいんですけれども、ロゴが描いてありますね。そして、バックプリントにもザナルカンドの絵が描いてあります。はい。テンはね、非常に泣ける展開でしたよね。 ヒーダが最後消えていくところでちょっと泣いたんですけれども、その後の続編でね、復活するっていうのが分かってちょっとびっくりしましたね。そして次、11なんですけれども、これはね、非常に思い入れのある t シャツですね。バストゥークから始めたんですけれども、なかなかね、何でしたっけルガディンじゃなくて、なんかそういう、で、体のでっかい種族がいるんですよね。うん。 もうね、忘れちゃったんですけれども、ものすごい長時間やっていた気がしますね。時間泥棒だったような気がします。レベル1個上げるにも非常に大変な思いがありましたね。はい。これがファイナルファンタジー11のものですね。そして次、12ですね。12は、ああ、これ、イメージが非常にいいですね。アーシェ、うん、の物語だったんですけれども、 このね、世界観が非常にいいんですよね。ファイナルファンタジー14でも出てくるんですけれども、このステージが非常に楽しんでやった思い出があります。戦闘がね、ガンビットシステムって言って、オートで戦いをしてくれる戦闘のシステムだったんですけれども、非常に革新的でしたね。はい。そして13です。先行の名を持つ 何でしたっけライトニングさんですね。ライトニングさんの話なんですけれども、うん。これね、バックプリントだけ、ライトニングさんですかあ、うん。胸部分にロゴが書いてあって、バックプリントがライトニングさんですね。うん。こちらも続編が2作品出たんですけれども、私は続編をすることなく終わってしまいました。ちょっとね、話が難解でわからなかったんですよね。何でしたっけコクーンでパージーみたいな、そんな感じな話でしたよね。うん。 ななかなか難解でしたそしてこの「ファイナルファンタジー14エオルゼア」私もですねやっていたんですけれども今休止中なんですけれどもこの T シャツはね非常にかわいいなって思います各キャラクターとはいロゴが書いてあるようですねこれが表面なんですねバックプリントは何でしょうこの小さいものが書いてあるんですけれども確認することができないんですけれども何が書いてあるのかな これね、実際にテントに行って見ていきたいと思います。ちょっとね、これ3つ目欲しいものリストに入れておきましょうかね。うん、ファイナルファンタジー14はね、なかなか続けてもいいなって思える作品なので、今現在ね、えー、ログインはしていないんですけれども、またね、復活してやりたいなっていう思いはあります。はい、そして、ファイナルファンタジー15。うん。これもね、いろいろあるんですよね。 本当は東京都庁みたいなところのステージもプレイできるはずだったんですけれども何かの関係で折られてしまったっていう話なんですよねストーリーをねもっと深く掘り下げてやってほしかったなっていう作品ではあるんですけれども続編のアナザーストーリーでですねうんいろんなエンディングが見れるのでこれね見た方がいいかなって思いますいろんな解釈ができる作品でしたね そして最後に今度発売するファイナルファンタジー16ですね。これイメージとしてどうなんでしょうね。うん。主人公でしょうかね、これは。そしてこれ召喚獣なんでしょうかね。非常にかっこいいデザインになってますね。ブラック1枚で着こなせるタイプとなっております。はい。ということで全作品、16作品見たわけなんですけれども、 最後にですね、このコンプリートボックスがあるんですね。コンプリートボックス。ファイナルファンタジー35周年 UT の全16柄が入ったものとなっているんですね。そしてゴールドのトランプがついているんですけれども、確かね、これがですね、5000個限定なんですね。なので、争奪戦になるかと思われます。発売日、4月29日でしたっけうん。 争奪戦になるかと思われるので、皆様、PC の前でね、待っていて欲しいと思います。24,900円。うん。私も欲しいんですけれども、ちょっとね、考えているところであります。いろんなスタイリング楽しめると思いますし、オリジナルボックスで届くんですね。うん。これも非常に楽しみですね。箱に電票が貼られてたらちょっとショックだなって思うんですけれども、 これね、ぜひともゲットしたいと思います。オンラインで購入すると、こういった箱で届くということになっております。もちろんですね、店舗にも見に行きたいと思います。ということで、今回の動画は以上です。ファイナルファンタジーとユニクロのコラボ T シャツが発売するということで、私はですね、とりあえず3点ですね、購入することが決定しました。皆様も購入されてみてはいかがでしょうか。ということで、 今回の動画は以上です。高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。サロポンでした。